こんにちは、まーです。グラ様やっていきたいと思います。はい、ということで今日なんですけども、今までね、ユニット、覚醒してきたんですけど、前はね、ユニット覚醒動画みたいな、覚醒しましたみたいな動画出してたんだけど、毎回ね。でもさ、やっぱさ、覚醒した瞬間よりもやっぱその先、覚醒して使ってみたっていう方がこう、まあ皆さんにとってこう需要があるというか、こうそういうお声もねいただいてたので、あんまりこう毎回毎回ね一体ずつ覚醒動画っていうの出すのやめたんですよね。ただやっぱりまあ自分もね、やっぱ覚醒ってなんだろうな、初心者の時ってまあ、今も全然初心者みたいなもんなんだけど、本当にやっとの思いで覚醒してたから、まあ、今はソロで覚醒級行けるようになってあらかた、ただやっぱ鍵集めたりとかさ、まあ、多少の面倒くささはあるんだけども、そう面倒くさいって思えるようになったわけよ。前はマルチじゃなきゃいけなかったし、もうソロでなんていけなかったしっていう感じだったけど、ソロで行けるようになって、あ、素材集めめんどくさみたいな域にまで達したのよ。まあ、それはすごい嬉しいし、今初心者の方も絶対おのずとそうなってくるから、続けてればね、だからそれはね大丈夫なんですけど、なのでやっぱ覚醒の瞬間ってやっぱ今結構なんだろうな、自分にとってちょっとハードルが低くなった分、ちょっとね、おざなりになりかけてる感じがして、でもやっぱり覚醒って思い返せばすごい大変なことだし、それをやっぱ忘れたくないっていう気持ちもあって、まあ、初心を忘れるべからずっていう感じで、一個一個覚醒動画にはしないけど、何をね、こう、覚醒したかっていうのをね、まあ、覚醒ラッシュっていうことで、タイトルにしたんですけど、まあ、前もね出したことあるんだけど、ちょっとねまとめて、最近覚醒したユニットをね、その覚醒の瞬間を画面収録してきたので、そちらをねちょっとドドンと見せたいと思います。はい、まあ、需要あるか分かんないけど、多分ねあんま需要ないんだけど流していきたいと思います。どうぞ。これが最終形態だ。期待してくれて構わない。赤き血の力、それが破滅をもたらすものだとしても、私は最後まであなたと共に。ええ、大丈夫よ、お母様。私はこの力を正しく使ってみせる。もう勘弁してくれよ。これ以上魅力的になっちまうと、いろいろと大変だからな。あなたの思いが、この力
きました。この身を包むのは決意の炎、命を賭してもあなたをお守りいたします。感覚が研ぎ澄まされていく。待たせたわね。これが教団切っての暗殺者と言われたもう一人の私よ。はい、ということでいかがだったでしょうか。結構ね覚醒しました。まあもうあのクエストに出したりとかしてて覚醒済みなのはね、あの知ってる方もいたかなと思うんですけども、使ってないキャラもいたのでね、はい、こんな感じで覚醒ラッシュでした。まだね未覚醒のユニットもいるので、あの巨大ボスね、なかなかねその自分がやれる日にそのクエストが来てない日とかもあるので、なかなかね時間がかかっちゃってるんですけど、あとねお金が不足してるのとね、育成もね全然70から90の壁がでかいのと、あとはあの限界突破石だね、もう足りないっていうね幸せな悩みを抱いております。はい、ということで、最近の覚醒事情でした。よければチャンネル登録とツイッターのフォローよろしくお願いします。ご視聴ありがとうございました。